園へ帰ろう。もういいのか？まだ放課後までは少し時間があるが。もう十分だよ。それに学園にも行っておきたい場所があるから。そうか、そうだろうな。私は場所を言いませんでしたが、いつか君には行き先が分かったようです。そんないつか君の姿を見て、やっぱり幼馴染なんだなと嬉しくなりました。だから私は思わずにじんだ涙をこっそりと拭いました。学園に戻った私たちが向かったのは音楽室でした。私にはそこに置かれているピアノに用があったのです。鍵盤に触れると馴染みのある指先の感触とともに、よく調律された心地よい音色が耳に届きます。いつかくん、お姉ちゃん、私の演奏聞いてもらってもいいかな。この町へ引っ越してきてから始めたピアノの演奏、以来私はあの神社の先にある音楽教室にずっと通い続けてきました。その10年近くに及ぶ練習の成果をいつかくんとお姉ちゃんに聞いてもらいたいと思っていました。ああ、気が済むまでやるといい。お姉ちゃんもいいかな。夕顔ね。お姉ちゃんはもうずっと泣いているような状態でした。いつかくんが一緒でなければここまで来ることができたかどうか、それだけ大事に思ってもらえているのならばなおのこと。私はピアノの演奏を聴いてもらいたいと思っていました。夕顔、こっちはいい。お前はピアノを。うん、お姉ちゃんをお願いね、いつかくん。いつかくんは音楽室の席の一つにお姉ちゃんを座らせ、その隣の席に自分も座りました。私はピアノの演奏用の椅子に座ってその様子を見届けると、鍵盤の上に指を広げました。何を演奏しようかな。私はそこで何を弾くべきか悩みました。この演奏は私の人生の中で一番特別な演奏になります。それにふさわしい曲は何か散々頭を悩ませましたが、最終的に一番自分が好きな歌を弾くことに決めました。結局音楽ってそういうものだよね。よし、私は一度自分に気合を入れるとピアノを弾き始めました。この曲は原曲よりも少しキーとテンポを下げてバラード風に弾くのが私の好み。出だしはスローテンポでした。おなじみの曲なので指は自然に動いてくれました。けれどメロディーが進むにつれて感情が高ぶり、胸がいっぱいになっていきます。そして同じだけ涙があふれました。小さな頃からピアノに打ち込んできた情熱、それがもうすぐ終わる悲しさ、そしてこの曲に込められた私自身の思い、決しておなじみではない大きな感情が私の胸を締めています。ここまで抑え込んできた思いがピアノの演奏という形で溢れ出していました。溢れ出した涙でもはや前は見えていませんけれど、何度も何度も弾いた曲なので
すべて頭の中に入っています。だから前が見えていなくてもこの曲ならば弾き続けることができます。この演奏だけは絶対に最後までやり遂げる。ここまで培った技術と思いのすべてを込めて、私はピアノを弾き続けました。この曲の歌詞は作詞した方の経験が元になっています。その内容は、体の不自由な男性が自分の大切な人に思いを伝えるものです。誰と踊っても構わない、誰に笑いかけても構わないけれど、最後のダンスだけは私のために。私はこの歌に込められた深く優しい愛情が大好きでした。そしてこの曲に自分自身の恋愛を重ねていました。私の大好きな人が最後の最後で私に振り向いてくれたなら、だからこの歌を演奏することは私にとって愛の告白でもありました。この曲を弾き、時には歌いながら、口にできない思いを届けようとしていたのです。ユーガを、ユーガを。曲が2番の終わりに差し掛かった頃から、メロディーにお姉ちゃんの泣き声が混じるようになりました。私に気を使って、これまでは声を殺して泣いていたお姉ちゃん、でもついに感情を抑えきれなくなったようでした。きっとお姉ちゃんには何もかも分かっていたのだと思います。私が好きなのは誰で、そしてこの曲に込められた思いがどんなものなのか分かるはずなのです。お姉ちゃんもまた同じ人を愛してしまったのですから。お姉ちゃん、もしかしたらお姉ちゃんも私と同じ思いを抱えていたのかもしれません。最後の最後で大好きな人が振り向いてくれたなら、そうかもしれません。結局は何もかもそっくりな双子なのですから。ユーガを、どうしてユーガを。最後のダンスはお姉ちゃんに譲るわ。視界は涙でにじみ、お姉ちゃんの姿は見えませんけれど、その泣き声だけでお姉ちゃんの様子はわかります。お姉ちゃんの方もきっとそうなのでしょう。私たちはこの時間違いなく気持ちが通じ合っていたのだと思います。ほどなく演奏は終わりました。それはほんの数分の演奏でしたが、全身全霊を込めた演奏だったので、終わった時にはクタクタになっていました。悔いはありません。技術面はともかく、私にできる最高の演奏だったのは間違いないと思うから。ユーガを、あんたが私を置いていくなんて嘘よ、そんなの嘘よ。お姉ちゃん、演奏は終わりましたが、お姉ちゃんは机に顔を伏せて泣き続けていました。机にはたくさんの涙がこぼれ、まだら模様を描いています。
その鳴き声は音楽室全体に響き渡り、防音の壁でなかったらきっと先生が飛び込んできていたことでしょう。私がピアノを離れ近づいていっても、お姉ちゃんは動きませんでした。そのままの格好でただただ泣き続けていました。もういいのか、ユカオ。そんなお姉ちゃんの代わりに、いつかくんが私を迎えてくれました。いつかくんは両目を拭うと席を立ちます。私といつかくんにはこれからやらなければならないことがあるのです。うん、これで十分よ。それにもうすぐ時間だし。私がもうすぐ時間という言葉を口にした瞬間でした。お姉ちゃんは体を支えていることができなくなり、机に突っ伏しました。そしてこれまで以上に激しく泣き始めました。声と涙が枯れても構わないとばかりに。朝顔、ごめんね、お姉ちゃん。もう行くから。ここまでは一緒に行動してきたお姉ちゃん、けれどお姉ちゃんとはここでお別れです。バイバイ、お姉ちゃん。お姉ちゃんの絶叫、それを聞くと私は胸が潰れるような思いがしました。悲しくて胸が痛くて、すぐにお姉ちゃんに駆け寄りたい衝動に駆られます。しかし私はそれをぐっと我慢して、両手でゴシゴシと涙を拭いました。行こう、いつかくん。あ、私はいつかくんの手をつかみ歩き始めました。さまざまな感情が入り乱れ、一人で渡って歩けそうにありません。私はいつかくんにすがるようにして、なんとか歩いているようなありさまでした。けれど音楽室を出るまでは気をしっかり持たなければなりません。ここで泣き崩れたりして、お姉ちゃんにこれ以上辛い思いをさせるわけにはいかなかったから、私は必死に足を動かし続けました。ユガオ。そんな時、いつかくんが私の体を支えてくれました。いつかくんは私の様子に気づいていたのです。いつかくんがしっかりと支えてくれたおかげで、私はなんとか音楽室の出口にたどり着くことができました。ありがとう、いつかくん。そして今日まで優しくしてくれてありがとう。当たり前だ、ユガオ。お前は俺の大事な幼馴染だからな。何の前触れもなく、私の方に水滴が落ちてきました。見上げるといつかくんの両目から涙が溢れていました。これまでなるべく涙を見せないようにしていたいつかくん、しかしいつかくんにももう我慢はできないようでした。こうして私たちはお姉ちゃんと別れ、音楽室を後にしました。
そして私の日記はここでおしまいです。事情があって私にはもうこの先を書くことができないのです。もしこの日記を読んでいるのが5日間だったら、お姉ちゃんに優しくしてあげて。お姉ちゃんが読んでいるなら、5日間と仲良くね。勇気を出して。そのどちらでもないのなら、できれば5日間とお姉ちゃんを励ましてあげてください。よろしくお願いします。本当はもっといろいろと書きたいことはあるんだけど、そろそろペンを置きます。もうほとんど時間が残っていないんです。最後が慌ただしくなってしまって残念です。いけない、忘れるところだった。これを読んでくれた人、私のような普通の女の子の独り言に最後まで付き合ってくれて、どうもありがとう。そして、できれば、時々でいいので、私のような女の子がいたってことを思い出してください。舞鶴夕顔。いつかくん、ここへも何度も通ったね。神社では大騒ぎして何度も怒られたよね。そこは成長しないでほしいな。お姉ちゃんはいつかくんと一緒の時が一番元気なんだもの。お姉ちゃんはね、いつかくんのことが大好きなんだよ。しててね。ところでさ、いつかくん、お姉ちゃんと出会った時ってどんな感じだったの？お姉ちゃんからその時の話は聞いてるけど、いつかくんの方はどう思っていたのかなって。つかくんはそんな風に思ってくれてたんだ。びっくりして立ちすくんでたんじゃなかったんだね。あ、ごめん、そういう風にお姉ちゃんが言ってたから。お姉ちゃんを怒んないであげて。お姉ちゃんの初恋だって言うから、私が根掘り葉掘り聞いたんだもの。うん、神社でお友達ができますようにってお願いしたら、つ
すぐにいつかくんが石段を上がってきて運命を感じたんだって。それにほら、家もお隣になったでしょ。それでいつかくんの方はどうだったの？綺麗だなって思っただけ。じゃあ本当に運命の出会いだったんだね。お姉ちゃんはああいう人だからね。もだよ、こういう風にならなかったらお姉ちゃんはいつかくんの恋人になれたのかな。私を？動かない、勝手に動いてる。始まったんだわ。何が起こるかわからないわ。少し離れて、いつかくん。でもこのままでは悪いことをしてしまう。だから私が悪いことをしてしまう前に。足を止めて、いつかくん。もういつかくんにしか頼めないから。